いくつもの思い出を積み重ねていったら、見るはずのない光景がまぶたに浮かんだ。夢の第11レース。1枠1番山崎一郎続いてダービー初騎乗のロゴタイプ、いつだかったー、ミヤビランベリ2連敗、2連覇です。1番人気キズナ、ディープサンク、武豊は後ろから3頭目です。アルパサンクセニオーラは止まりそうだ。 JRA7 つ目の G1 制覇となりました。ゴールドドリームのジャイアンムーア、通ってはアルファフォーレス、この辺りから動いてくる車が、馬があるんです。 F フォーリアー、ネアシーディーは出てこない、ネアシーディーは出てこない、ドリームジャーニーどうした、ドリームジャーニーは全然来ない。もう一回迫る、突破した、スターレット初めての府中です。久々です、こっからです。外ノボバからミルコデミール、接近してきたのは2番のイナーセレニティ、2番のエネル、2番の、そんな中ワンチャンも頑張っている。さらにはパンターレグリアエビだ、400を切った、高低差 200m の坂、試練の坂。急レースほとんど雪で視界が取れません。牝馬最強は私、期待を超えて集った歴代の名馬たち、ゲートに収まってスタートしました。ダイワスカーレット、望み通りの先行作、立田岡シルとベテラン安藤克美です。さあ皆さん、直線入りました、見事入りました。広がない、広がない、直線ではない、広が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 ない、